こんにちは、ヒューです。もう秋になりました。10月に入りました、はい、秋って言えば赤トンボでしょ。もうもっといろんな曲があるんですけれども、はい、赤トンボ大人気な日本の歌の20曲の中でも秋の季節は赤トンボで、あの2人がアカペラで赤トンボを歌ってみました。皆さんいかがでしたか。もうベースもテノもやってて、ソプラノもアルトもやってて、もう2人で4人分やって、なんかご挨拶のために何の曲がいいかなって思って、秋だから赤トンボでしようって皆さんにお届けしました。そうですね。今日は大事なお知らせが一つありまして、お知らせがありますか。そうなんですよ、はい、それでこの番組の撮影を今しているところなんですね、はい、でその大事なお知らせというのは多分皆さんもうご存知でしょう。ヒューの、11月の10日の太宰府でのヒューの単独コンサートが決まりました。もうコロナ禍で4年間なかなか会えなかったし、たくさんの方々と YouTube では結構全国での方々と出会ったんですけど、ライブでコンサートではもう4年ぶりだから、そうです、ね、もう時々でなんか興奮してるんです。あ、そうなんですね。とても嬉しいです。でも結構遠いところですって、今回は行けないんですねって言われる方もいらっしゃるんですけど、でも遠いところまでも応援だけでもいただけたらいいなって思います。応援もお願いします、はい、それだったらちょっと詳しい情報をちょっとちゃんとお説明してくださいね。じゃあ、まあ詳しい情報はこの下に字幕で今流れてるんですけれども、はい、今年の、まあ、来月ですね、11月の10日、太宰府にある太宰府市にあるマホロバホールというところでコンサートは午後6時半からのコンサートなんですよ。まあ大抵2時間ぐらいのプログラムになると思うんですけれども、今回のコンサートはですね、友達というコンセプトでやりたいと思いました、はい、友達って言えば韓国語としてはチンゴと意味なんですけど、そうなんですね、はい、で音楽でちょっと日本と韓国が仲良しになればいいなって思って、音楽活動でそういう駆け足になろうという、まあ、感覚でそういうコンセプトでプログラムを作ったんですけれども、ということで韓国からですね、私たち2人以外でもですね3人のジャズミュージシャン連れて行きます。でそれで福岡中心に今全国活動している日本のジャズミュージシャンビジョンズグループと一緒にコンサートをさせていただきます。じゃあ皆さん、よろしいでしょうか。見にぜひ遊びに来てくださいね、はい、今回のプログラムって、コンサートのプログラムですね、はい、歌って何の曲を歌いますか、リュウさん、うん、やっぱりですね、今回のコンサートは私たちの YouTube のチャンネル見てください、そうですね、はい、チャンネル登録者4万人超えましたというところと、そして記念ですね、そうですね、はい、それ と、日本の歌20曲のメドレーが、再生650万回以上達成したこと、それを記念にして単独コンサートをすることになったので、やっぱりその日本の歌とか、YouTube でたくさん人気があった、いろんな曲の中で、選んで皆さんにお届けすることになりました。で、ね、一番大事なのは、はい、いつも私たちの伴奏をしてくださるピアニスト
那須川由紀乃さんと一緒にすることになって本当に嬉しいですね。はい、うん、もう1ヶ月ですか。5ですね、はい、うん、本当にヒューが頑張って素敵なコンサートになるように頑張っていきたいと思います。うん、皆さんぜひ応援をお願いします。ぜひお時間があれば遊びに来てくださいね。ぜひですねまたいろんな素敵な曲やいろんなことで、また YouTube や今からは結構日本でライブができると思います。皆さんまた会える日を待ってますね。じゃあでは皆さん会場で会いましょう。素敵な日をお過ごしくださいね。バイバイ。じゃあねー。バイバイ。ヒューでした。ありがとう。감사합니다。バイバイ。いつの日か